どうも皆さん、マルチゲーミングクランホームのクロと申します。ということでリトルナイトメアツ次をプレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回のテレビの中から貞子ならぬ貞男みたいなやつが出てきて、でシックスを連れ去ったと。おお、あ、どうすればいいんだろう。待って、わかんない。何、どういうこと。あ、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 はい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 、わかったわかった。そういうことね。これでよいしょよいしょ、急がないと、急いでシックス取り戻さないと。よいしょ、見て、乱暴な飛び出され方で。よいしょ。OK。ここ行ってジャンプで掴む。オッケー。いいね、この先でもきちんと落としてる。落としてるってことはテレビが置いてあるってことだ。ああ、痛い。リモコンつけろってこと。これつけっぱでいいのかな。よいしょ。あ、待ってよ、待って待って、これこっちは左側は、ここは一体何があるの。ポリス。あんま見つけてなかったね、そういえば。え、これあそこは何、これだけのやつなのかな。されるのね。じゃあこれあれだ、向こうに奥にあるのかな。これで消して、で、いや違うよ、これでいいんだよ。で、あれ？
いや、いらないいらないいらない。こっち向くと出しちゃうんだよ。ん？どういうこと？あ、これ？これか。なあ、なるほど。そういうことね。じゃ、これでつけて。よし。オッケー。一層飛び越え。オッケー。飛び越えて。危ない危ない危ない。おお、すごい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 。逆ネバみたい。おい。よいしょ。あ。うわー、吸い込まれるー。うわー、うわー、吸い込まれるじゃなくて、なんか超音波みたいだった。でもこれ多分そのまま通り抜けることできる。これでいいね。どういうこと？ああ、別に。いける？あー、ですよねー、ですよねー。じゃあ、このおばあちゃん、出した出した、いやー届かないかそれー。まあマジか、そんな怒んなくてもいいじゃん、おばあちゃん。おばあちゃんそんな怒んないで。キー、私のテレビよーみたいな、こんなに怒んないでよ。どうして、おばあちゃん、おばあちゃんついたけど、やっぱ前のその1個の1個前で消されたのがそんなに気に食わなかったんだね。いや
間に合わない、マジ待って、どうしよう、間に合わない、間に合うでしょ、 あそこ登らなくても間に合うよね、よいしょ、多分さ、あ、これでいい？あ、来た来た来た、なるほどね、じゃあこれ俺が飛べばいいよ、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、おい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 、怖いおばあちゃんだったな、おい、そんな怒鳴らなくても、これも一緒か、そんなテレビの方に突っ込んでいかなくても、よいしょ、おおおぶれ、落ちる落ちる落ちる、掴んで掴んで掴んで、危ねえ、おいおい、オッケー、わー、はい、ということで、ここまでにしたいと思います。次回この続きやっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。奥でまだ飛び降りてるということで、次回もお楽しみに、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。